こんばんは。音声の方は聞こえておりますでしょうか。ということでですね、アイエナさんやということで、こんばんは。いつもありがとうございます。エドさん、こんばんは。いつもありがとうございます。聞こえてますということで、ありがとうございます。チチさん、こんばんは。ミキミキさん、こんばんはです。ではですね、おう、どうした？トゥイング？なんかあった。中村さん、こんばんは。いつもありがとうございます。はい。おう、チャーシュー麺食べた直後、電池3ヶ月の重傷、因果関係はないと思われる。こういうのあり得るよね。ということでですね、本日の日付はですね、令和3年の3月3日、ひな祭りの、水曜日になります。よくわからないですけどね。時刻23時30分になりました。ということでですね、本日もですね、ドクターラスカルライブ配信の方を、やっていきたいと思います。この配信はですね、ニコ生とですね、ツイキャスの方で、同時に配信してるんですけれども、ですね、私のちょっと操作が未熟でしてですね、まだちょっとニコ生の方ですね、画面を切り替えたりすることがちょっとできないもんですから、ちょっと止まった画面でね、やっていきたいと思います。ということで、こんばんは。うがいうがいということでね、和骨かけるさんということで、こんばんは。今日受診で、蒼天の診断下りまくりました。お、そっか。まあまあね、そんなに、大丈夫だよ。コロナで死亡、因果関係はないと思われるって、要はこういうことっていう画像。そうですよ。ちょっとひな祭りしてくれるっていう、よくわかんないですけど そう、ワクチンね。いや、本当そう思いますよ。だから、因果関係はないけれどもって、だからまさにね、さっきこう、出していただいた画像がそうなんですけど、ラーメン食べた後に、例えば車にひかれたとしますよね。で、そうすると、またもですね、チャーシューラーメンを食べた直後に全治3ヶ月の重傷っていうね、関係者、因果関係はないと思われるっていうね、この不安の声があるっていうんですけど、これまさにこういうことなんですよね。因果関係がないっていうのは、ラーメン食べたこととね、この方が車にはねられたことって全くこう因果関係ないんですけれども、でもね、こういうのがこうね、なんか心配になるみたいなのね、っていうのがね、今の現代の我が国の、そういう報道のあり方じゃないですけど、もそういうところありますよね。なんかちょっと不思議な、なんかなんていうのかな、異常性っていうのかな、ちょっと感じますね。ちょっとそれはねんじゃにっていう感じですかね。もしちょっとじゃあ今ね、せっかく共有していただいたんで、その画像をね、出せたら出したいなと思ってます。ちょっと待ってくださいね。ゆりさん、こんばんは。コンティニューコインありがとうございます。キャスクありがとうございます。まさにね、そうだよね。おっしゃってることはね、本当そういうことでございますよ。こういうことね。ピチャンさん、こんばんは。コンティニューコインありがとうございます。こんばんは。キチさん、こんばんは。ちょっとひな祭りしてきた。ちらし寿司食べてきた。あ、いいですね。こんばんは。お内裏様、不在。不在伝票。あ、なるほどね。お内裏様が不在でしたので、ご在宅の日に再度お伺いしますっていうね、ご連絡くださいみたいなね。なるほど。これ以上、ハイテンション。あれ？ちょっと待ってね。ですね。うがいうがいでね。これ以上、ちょっと待って、ごめんね。読めね。これ以上ハイテンションになったら暴れ出して入院になるから抑えてと言われたので、抑える努力しますってことでね。まあね。ゆりさん、こんばんは。お茶もありがとうございます。リラックマもありがとうございます。スノピーさん、こんばんは。スズメさん、こんばんは。
コロナワクチン接種後に死亡した60代の女性の方はくも膜下出血によりお亡くなりになられたそうです。そうですね、うん、まあ要は因果関係的にはこういう風な感じにはなりますよね、うん、だから例えばくも膜下出血っていきなりならないと思うんです。うん今日のお題のこれ何でしょ、うん、これ今ねちょっとね書き込みいただいたリンクをね、今画面の方を出してるんですけれども、まあおそらくワクチンのねお話だと思うんですね。要するにワクチンを打った後に、まあ、くも膜下出血で、お亡くなりになられた方がいてね、いつもいらっしゃる。で、まあただね、その因果関係はわからないっていうことなんですよ。で、なぜ因果関係がわからないかっていうと、この方にですね、この患者さんに、要するにもともとくも膜下出血の兆候があったかっていうことがね、あったかなかったかということが、まず断定できない。ね、でただ、くも膜下出血っていきなり来るものじゃないので、ワクチン打ったからって言って、いきなり出てくるものじゃないかなっていう判断なんですね。で、まあ、それをね、極端にこうね、表現したのが、このラーメン屋さんに行って、ラーメンを食べてきたのがね、後に車にはねられて、まあ、車にはねられたのはラーメン食べてきたからだっていう、まあそういうね、まあこじつけになるんだよって話をね、まあ、共有していただいたんでね、まあちょっとそれ分かりやすいということで、共有の方させていただきました。はい。イブラカタブラさん、こんばんは。キャスコありがとうございます。はい、ということでね、まあこれはね、ちょっと分かりやすいかもしれないです。本当、ラーメン怖いってなっちゃいますよね、これだとね。あ、まあそんなはずはないんだけどね。そう、ですね、ちょっと待ってくださいな。これじゃないか、ほいほいね。ですね、画像ファイル、ですね、ちょっとですね追加をしてみましょうかね。はい、まあニコ生の方にもちょっと見えるようにということで、今ね、こちらちょっとその画像の方をですね共有させていただきたいなと思います。はい、ですね、これじゃないな、こっちだな。はい、まあねよくワクチンの副作用とかね、まあそういう話って出てくると思うんですけど、まあ言ってしまうと、まあこういう感じの話にはなったんですよね。あー、そうまあちょっとね、今すいません、ちょっとサイズ合わせますね。よいしょ、ですね、サイズをフィットさせる。こんな感じかな？ね。はい。という感じです。はい。ですね。まあ、まあ、簡単に言ってしまえばこんな感じじゃないかなというふうに私は推測します。はい。ね。はい。というところかな。はい。まあ、ラーメン屋さんに行ってね。そう、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。うん、イラスト可愛いですよね、これね。うん。ラーメンが怖くなっちゃいますよね。うん、国際医療福祉大学の松本先生も、因果関係はないと思いますと、タイミングが重なったのではないかなと、そうですよね。うん。くも膜下出血も、まあちょっとね、一概に言えないんですよ、脳の出血って。というのは、何が引き金になるかはちょっと分かりにくいところがあります。もともとね、脳出血というのはね、例えばその方が、もともとですね、こう、まあ、血管がね、こう脆い状態になってた方が、当然ね、突然こう血流が良い状態になってね、で、あと血圧が上がる状態です。ね、そういう風になった時に、こうドーンというね、くも膜下出血の兆候が出たりとか、脳内出血の兆候が出たりっていう可能性もなくはないんですね。んで、まあ正直ね、まあくも膜下出血であるとか脳内出血っていうのは、まあ兆候がないわけじゃないんです。で、ほとんどの方がその兆候を見逃してたりとか、まあ、その兆候を我慢しちゃってたりするんですね。で、お熱が出るわけでもないですし、咳が出るわけでもないので、まあそういうことがね、うん、こう結構因果関係でね、こうああだこうだ言われてしまうことがよくありますね。で、よく特にですね、このまあ医療事故に関してはですね、その因果関係として、まあ、これすごい極端ですよ、このラーメン屋さんの例はね、うん、すごい極端ですけれども、例えばもうね、
まあ、前後の関係ってあるじゃないですか。注射をする前、ね、に何か他のことが実はあったりとかね、要因があって、まあ、何かねそういうことがあって注射を受けて、その後その前にね、例えばこう起きてた要因の作用が出現して、それが予防接種によるものだとか、例えば医療行為によるものだとか、ね、そういうふうになることがよく言われるんですけれども、必ずしもそうじゃなくて、因果関係っていうのは直接的な原因がやはりこう立証されて確認されないとね、それはまたちょっと違うというものなんですね。で、今日お話しする NSAIDs の使用上の注意が改定されたというものについては、これはきちんとですね、そういった科学的な検証が行われて、なおかつ、ね、なおかつ、まあね、非常に細かいミクロの部分まで、解析した結果、まあ、こういうふうな、ね、ガイドラインを変更しましょうというね、もうちょっと今までよりも注意して、お薬を使っていきましょうというお話ですから、一つ一つね、こういうものは丁寧に見ていく必要があるんですね。はい。というところです。はい。でですね、はい、病院で働いている母親がワクチン足りなくなって2週間先延ばしになったと言ってて、打ちたかったんか意外だな、打ちたかったんか意外だなと思った。やはりね、このワクチンってね、ワクチンってもちろん自分がかからないっていうのもあると思うんですけど、やっぱりね、特に病院で仕事してるとそう感じるかと思うんですけど、やはりね、うつさないってことを考えると、まず自分がうつっちゃいけないって考えるわけですね。でもう自分がもう感染したら感染したで、もうそこはもう割り切って、もう今度は自分から誰かに感染させないってことを頭を切り替えて考えなきゃいけないっていうふうに医療者って頭になるんですよ。だからだと思うんですよね。ワクチンを打つっていうのはそういう意味で、医療従事者ってそういう意味で意識高いと思うんです。なんていうのかな、ワクチンうんぬんの問題じゃなくて、まずその感染をさせてはならないっていうね、そこが一番大きいんですよね。自分自身がやっぱそういう気持ちが誰に強制されてるわけではなくて、あると思うんですね。まあ、だから医療っていう仕事をやってると思うんですけれどもね、ただ本来はね、それは医療現場だけではなくて、一般的な社会においてもそうでないといければいけないんですね。ところがやはりそういったたことをもうこうね、右に左に置いといてしまった場合、ね、例えばそのね、ワクチンの副反応がとかってなるんだと思うんです。で、今回のコロナに関してはね、確かにその死亡者数でいうと年間の交通事故より多いか少ないかなんですよ、人数にしてみればね。ただやはり細かく見ていくと、やはりそこは交通事故ではなくて疾病なので、例えばそのね、副作用の副反応ね、副反応、ワクチンの副反応よりも、その罹患した後の例えば後遺症、ね、にを回避する方のリスクが非常にね、そっちの方が優先されるってことが言えばれてるわけです。だからやはりワクチンをね、推奨していこうってことになっているわけであって、別にね、ワクチンをこう作り出してしまったからその利権がうんぬんとかそういう話ではなくて、ここに来て、ここに来てっていうか、ちょっと半年ぐらい前からですけども、副反応ですよね、副反応じゃない、後遺症、後遺症であるとか、それからその無症状で感染しててもね、他の方にうつしてしまうってことがやはり分かってきたので、しかもその無症状で感染した後に、そのね、感染した後の、いわゆる後遺症的なものが出てくるっていうのがね、出てきましたから、和骨です、こんばんは。はい、出てきてるって話になるんですね。はい、足りなくなった1000本の被害、来たっぽいです。そうですね、確かにね。そんなこと言ったら、餅は、そうなんだよね、お餅の方が大変だからね、1ヶ月あたりの死亡者は半端ないからね、お餅のどに詰まるから食べるのやめようって、なんで誰も言わないのかなってね。あ、マスコミ取り上げないですよね。あれ不思議ですよね。本当ね。メディアはね、お餅喉に詰まるから、食べましょう。食べるのやめましょうって言ってね。東京都知事のね、小池さん出てきましてね。緑のプラカード持ってね。餅危険ってね、こう出してね。
餅やめましょうみたいなね、うん、あ、わかにゃんこんばんは、あ、はい、あ、こんにゃんちはということでこんばんは、はい、うん、っていうふうにはならないですからね、うん、だからまあね、こういう要するに因果関係がねないものをこう結びつけてしまうことっていうのはこれ日常生活でもありえますからね、うん、ここは気をつけてねこう丁寧に物事は一つ一つ見てた方がいいですよっていうのがあります、はい、ね、ってことです、はい、ということでですね、はい、うん、わかにゃーんってねわかにゃんお久しぶりです、はい、ね、ということでじゃあ今日のね、ちょっと解説の方のね、画面に変えていきたいと思います、はい、ですねちょっとじゃあニコ生の方も変えようかな、うまく変えられなかったらごめんなちゃいちょっとニコ生の方も変えますんでね画面ね、はいはい、ちょっと待ってくださいね、ですね、これで大丈夫かな、はい、はい、ですね、今日のですね、お題になります、NSAIDsと言われるね、お薬のお話なんですけれども、ま、要するにね、痛み止めですね、うん、はい、イヤイヤ期に入ってきたんですね、いよいよね、いいですね、うん、そう成長してるってことですよ。みどりさん、こんばんは。はい。うん。ね。はい。ということです。はい。で、はい。一緒にイヤイヤするの楽しくなる。なるほどね。はい。で、ということでね、まあ、ちょっといろいろ書かれてます。この NSAIDsというのが何者かっていうと、まあ、痛み止め、いわゆるね、まあ、一般的に市販されているもの、それから保険薬、そういったものの中で痛み止めと言われるものを、一部除いてです、大体この NSAIDsという中にね属します。ハオマルさんこんばんは、コンティニューコインありがとうございます、はい、で NSAIDsっていうんですね、これ NSAIDs とかで NSAIDsっていうんですけど、まあこれ実はね今までそこまで細かいね、規定がされてなかった部分がありまして、どういうことかという話をねちょっと今日はしていきたいと思ってます。このまあこのいったお薬のことね、アスピリン系なんて言い方もするんです、低用量のアスピリンね、うん、でまあまあね、非ステロイド性、まあ、抗炎症薬のことをね、略して NSAIDsなんていうふうに言うんですけども、まあ、この度ですね、まあまあ、今回ね、NSAIDsの添付文書の方がですね、2月の25日付でちょっと変更になりました。で、これはね、まあ、主に妊婦さんがね、服用するときにですね、まあ、今までですね、特段ですね、まあ、避けてくださいとは言っているんですけれども、まあ、特段ね、そのなんていうのかな、項目がない、ただ避けてくださいというふうになっているだけで、今後はね、その最小限の容量で可能な限り最短期間処方するっていうね、注意喚起が加わることになりました。うん、というのはですね、まあ、この NSAIDsって言われる薬、まあ、市販薬だとね、ほぼほぼこう、アセトアミノフェンって言われるカロナール以外はね、まあ、大体この、まあ、分野に入ってくるものが多いんですけれども、まあ、アスピリンっていうのは昔からまあこうちょっとね、よく言われてたと思うんですよね。そうそうそう、うん、確かにね。はい、かけるさんこんばんは。はい、ね、で、まあ要約するとここの今画面に出てる内容でございます。でこれはね、カロナール効かないそうか俺最近大好きだよカロナールちょっとまあね、ロキソニンよりは胃にちょこっとだけちょこっとだけだよ、マイルドだからね、うん、あくまでちょこっとだけだけどね、うん、お、どうした、うん、足元の、熱いヒーターが止まった、うん、ね、
はい、でですね、まあ何だっけ、何を話したんだっけあ、そうだそうだ、 N シリーズですね、うん、でまあそう、カルナール、カルクナール、そうそう、うん、命名の理由はそれですね、名前の由来はね、うん、はい、ママをしてるだけ立派なのだ、うん、うん、そうだね、うんうんうん、そう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 、そうだね、あ、まあイヤイヤ期はね、本当ね、わかるわかる、あね、イヤイヤ期はね、過ぎてみるとですね、いい思い出になりますよ、はい、カレさんこんばんは、にゃーということで、こんばんは、はい、ですね、まあそういうことなんですわ、うん。うん、昔知り合いが妊婦にロキソニンで疑義紹介して、そんなことで電話してくんなと怒られました、昔ね、うん、まあ、今度明確に批准できましたからね、はい、うん、職場のボスがイヤイヤ期で困ってますからまあね、でもまあ本人必死だけどね、結構まあ、うん、そんな時期も昔あったなってなるんだろうね、うん、そうそうそう、熱に効くのに頭痛と生理痛には効かなかった、あ、痛みに対しては確かに弱いかもね、カロナールはね、あ、まあそれも個人差ありますよ、もちろんね、みどりちゃん、あ、そっかそっか、はい、うん、まあそうですね、うん、素敵ですよ、はい、ご飯食べない、ひっくり返す、延々とフォークやスプーン落とされる、ゴリゴリメンタル削られる、あ、それ楽しまないとダメですよ、やられちゃいますよ、確かに楽しまないとね、はい、でですね、まあうん、N シリーズの話ちょっと戻りますけれど、まあね、詳しくはですね、まあリンク載せてありますんで、リンクの方を見ていただきたいんですけど、これはですね、独立行政法人、医薬品、医療機器総合機構というところの、からですね、2021年2月25日ですね、はい、に、出されたですね、文章によるものです。まあ、要約するとね、本当この文章に限ります。N シリーズの妊婦への投与例で認められた胎児の腎機能障害及び尿量低下、それに伴う羊水の過小症に関するリスクに基づき、米 FDA にて妊娠20週から30週の、妊婦に対する N シリーズの処方は限定的とし、必要な場合にも最小限の容量で可能な限り短期間の処方とする旨の注意喚起を行うとの処置を受け、本法における添付文書の改定の必要性及び、処置範囲を検討したと。で、一応我が国でもですね、専門家委員会のですね、意見も踏まえてですね、まあ、今回ですね、同様のですね、改定をすることが適切と判断されましたということでございます。はい。ね、はい。うんうん、100円ショップのピクニックシートね、うん、なんですよ。だからまあね、うん、床で食べるのもありかもしれないので、まあね、まああるわな、うん。結構ね、いいですよ、床で食べるのがね。はい、で、まあ、N シリーズはね、今までそういうところで、まあ、曖昧だったんですよ。だから、今もちょっとあったと思うんですけど、薬局さんからね、おそらく、疑義紹介をもらっても、おそらく、今まで、書いてあるからそのままでお願いしますって感じになったと思うね。だけれども今度はその明確にこういうガイドラインが出ましたから、まあ聞いていいと思います、期間の方ね、うん、そのあくまでその最低量最低期間っていうふうにもう N シリーズはね、もうこの妊娠期に関してはしてくださいというふうになってます、うん、で20週から30週に対してね、特に必要な場合でも最小限だからね、うん、ここは変わってます。今までは特になかったんですね、こういうのね、うん、あくまで避けましょうって感じだったんですね、今まではね、うん、まあ時期に関する明記はまあそのなんていうのかな、今までしてなかったっていうのは正しいかな、うん、要するにその20週から30週とかっていうふうにですね、まあ今までは書いてなかった、で、まあ、その、羊水が、減るとかね、そういう話も、今までは特にね、
添付文書には書かれていなかったんですね。でこれはですね、シクロオキナゲーゼっていうですね、阻害作用する、シクロオキナゲーゼ阻害作用するですね、NSAIDs。だからまあ、この中にはですね、ただし、妊婦がもともと禁忌になってる薬剤も入ってますんで、まあ、それはもう今まで通り禁忌。ただ、禁忌になってないものですよね。うん。に関しても、まあ、改定があったということで、まあ、あくまでね、この、なんていうのかな、まあ、シクロ、オキシギナーゼっていうものですね、阻害剤で蛍光剤とまあ座薬があるんですけども、まあ、それに対してですねのものがまあ今回追加されたという内容になります。だから明確にねこの期間が出てきたっていうところがまあ変更点であるんですね、はい、はいはいはい、うん、他の薬添付文書の妊婦の欄はほぼ当てにならない。そうです、うん、おっしゃる通りですね。もう一応そのですね、まあ一応ランク付けされています。その妊婦さんに、処方を完全にしちゃダメな薬、もう慎重投与、まあ、それからなるべく避けてください、まあ、なるべく避けてください、極力避けてください、なるべく避けてくださいって感じかな、うん、っていうふうになってます。ただね、あくまでそこちょっと難しいところなんですよ、判断が。あくまでその母体の健康優先ってところじゃないですか、うん、だからその母体が例えばそのものすごいこうね、例えばその精神科薬とかでそういうところがあったりとか神経薬系のものでそういうものがあるんですけれども、妊婦さんがやはりね、そのもう健康が維持できない状態になるまで、ね、その薬を削ってっていうのはちょっと難しい。だからその例えば薬を切り替えるとかね、そういうことをしてなるべくその安全な、ね、方の安全な方の薬に切り替えていって、ね、その状況が改善できるようだったらいいんですけども、もしそれができない場合はなるべくね、薬量を減らしたりとか期間を短くしたりとかね、投与量を減らしたりとか、そういうふうにして対応をしてます。で、まあ、産科の先生はね、その辺はよくご存知なので、きちんとこうね、まあ、お薬もたくさん種類ありますからね、全部はさすがに覚えていけないので、きちんとですね、まあ、治療薬のお薬とね、こう見ながら、きちんとその辺はね、確認してやってますんで、問題はないんですけれども、今までね、こういう明らかなエビデンスっていうのがね、なかったんですよ。うん。20週から30週に、うん、なんていうのなかったんです。その辺がね、ちょっとこう変わってきたってことがありますかね。はい。ああ、和骨、和骨です。こんばんは。ほーい。ね。だきちんとね、やっぱりこういうね、まあ、医学っていうのはね、こう、エビデンスって言って、こう、科学的なね、医学的な根拠、ね、そういったものをきちんとこうね、見極めて、で、それに基づいて、こう、いろいろね、改定したりとか、いろいろ見直しをしたりとかしていくのが、これが正しい形なので、あくまでね、その、なんていうのかな、安全より安心みたいな感じではないので、あくまで、安全ラインを言ってますので、ね、なんていうのかな、どこかのね、緑の都知事みたいな感じでね、安全より安心みたいな言い方じゃあね、ちょっと医学の世界はやっていけないので、あくまでね、安心より安全でございますので、ね、あ、いやいやいや違いますよそこで反応しないでくださいね。はい。じゃあ、ですね、緑色妖怪というふうにね、ちょっと呼んだ方がいいかもしれないですね。緑色妖怪というふうにね、しましょう。はい。まあ、緑色妖怪がですね、まあ、そういうふうにね、まあ、いいや、なんかどっちでもあれですけどね、緑色妖怪、緑色妖怪。うん、まあ、いいや、どっちにしても妖怪だ。ね。何にいいですか分かんないから怖いですよね。はい。ってとこです。だから、まあ、きちんとね、読んだのかな、読んでないです。はい、うん。マジで1都3県の知事は全員解任された方が良い。本当ですよね。もう、まあ、本当に突然コロナの話飛びますけど、いや、本当に何考えてんでしょうね。
緊急事態宣言延長、まあ、わかるんですよ。あのね、あの確かにその引っ込める方が難しいんですよ。ああいうものって出しちゃうと一回ね、うん、そう結局延長したじゃないですか。で、あの引っ込めるのが難しいし、引っ込めるタイミング見計らうのすごく難しいのはわかるんですね、政治的判断で。で、まあ実際にその数字がね、まあ目に見えて収束してきてはいるわけですけれども。ただ、まあ、じゃあかといってね、あのこれがゼロにできるかって言ったら、そんなこと無理なわけですよ。なんでかって言ったら、ワクチン打ててるって言って、まだ医療従事者一部ですよね。何が変わった、特段変わったことって言ったら、あんまないんですよ。で、外出ね、緊急事態宣言って言ったって、特に何かしてるかって言ったら、別に学校も普通にやってるし、まあ、おそらく企業もそんなでもないと思うんですよね。うん、ただその飲食業とかそういうところにもダイレクトに行っちゃってるので、まあ、そういう意味では非常に景気が悪い状態になってる、うん、あとまあその観光業とかね、うん、まあ、非常によろしくない状況にあるんですよね。そう、引っ込める基準を明示してないんですもんね、本当ね。間隔で延長されてるってのは本当ありますよね。全然こうそういうところが明示されてないから、まず目標がないからどうしようもないんだよね。要するに市中としてもですね、このあ、まあ、あの街中としてもですよね、一般人として、どうしたらいいか分かんないと思うんですよ。だからここまで減ったら解除になるとか、ここまで減らなかったからとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、あのオリンピックしか見てないんじゃないかなっていう感じはすごいするんですよね。でまた次のこうなんていうのかな、波っていうのはおそらくあると思うんですよ。ただ、まあ、その時に、どうそのね、あの増えたその重症化した患者とか、そう、どういうふうにね、その対処するかっていうのを今からやっていかないとダメだと思うんですよね。前回はもうここで何もしなくなっちゃったでしょ。で、挙句その借り上げてた宿泊施設も返しちゃったんです、戻しちゃったんですね。だそういうこともしちゃってたし、で次に備えるってことをしてないから、まあちょっとどうかなっていうのがありましたよね。オリンピックね、できるとは思わないですけど、やるでしょうね。正直でできる状況じゃないなっていうのは、そのまあ世界的に見てもそうだと思うんです。ただ我が国だけ見るとまあなんとかなるかなと思うんですけど、オリンピックはね、さすがにこうアジアだけでできないですからね。そしたらアジア大会になっちゃいますから、そうするとちょっと難しいだろうなって私は見てるんですけど、ただそれでもやるでしょうね。何かしらの方法でやると思うんです。ただどちらにしてもね、第3波ならぬ第4波来ると思うんですよ。でそうなる時のために、今このまあね、落ち着いている時にこうどう対策をしておくかってことがすっごく重要で、まあ、それができなかったらもうオリンピックも何もないですし、あとそのもう根本的に見てほしいってところありますよね。医療体制がなんでそんな逼迫するかってところね。そんなね、即席ラーメンみたいにね、たまたまその病院をね、新しく新築する工事をしてて、たまたま古い病院の病棟が空いたから、たまたまそこにね、コロナ専用病棟を作ったとかじゃなくて、なんていうのかな、もうちょっと、ちょっと先が長いわけですよ。だから計画的にね、もうちょっとこう東京人が多いわけですから、もうちょっとね、緑色用場のね、なんかこうちょっとやりようがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、その1都3県っていうのかな、まあ、これを一体的に見てるのは、これは同意なんですよ。これに関しては私ね、異議唱えないんです。なんでかっていうと、正直言って別じゃないからです。東京と東京の周りって、周りからみんな通勤してきてるし、行政区分は違っても、まあ、ほぼ同じ一帯みたいなもんなんですよ。
まあ、今1都3県って言ってますけどね、それよりも外側も一緒みたいなもんです。茨城とか、それから栃木とか、群馬とか、普通に東京を通勤してきてる人いますしね。うん、それからその向こう側もそうですよ。山梨とかもね、静岡、まあ、その辺ももう全然普通にいますからね。うん、熱海とか伊東とかその辺から通勤されてる方とかいますから、うん、オリンピック中心になったら、あ、和骨です、こんばんは、はい、うん、オリンピック中心になったら日経平均とかやばいことになりそうですね。そうだね、日経平均はでも今はちょっとおかしいね、あの金額はね。うん、まあ私は逆にそのなんていうのかな、だからまあいわゆるその今回コロナでその影響を受けていない人たちは逆にお金が余っちゃってて、その投資をするところがないから株価がその上がってるんじゃないかなって見方をしてます、うん、だから例えばこの状況が長く続くとは思ってないですね。あとだからまあ年も続かないなって思ってますよね。極端な話、まあ、オリンピックが終わった途端ドーンとか、あと土地の値段もドーンと下がってきたりとかあり得るんじゃないかなと思いますよね、うん、ただ都心の土地はね、最近ちょっと外資系が買い漁ってるっていうのがあるので、ちょっとそこが気になるところありますけどね、うん、ね、焦げ付きはどのくらいになるんだろうねって、まあ本当そうですね、うん、まあ、ただ投資をされてる方はですね、ちょっとあんまりちょっと過信しない方がいいと思いますよ、うん、このだから3万円今超えたんですけどね、一時的にまあね株価ね大体まあ、まあもうちょっといくとは思うんですけどね、3万2000円はいかないかな、うん、と思うんですけど、まあちょっと怪しい高さになってきましたね、うん、かなりこうなんていうのかな、バブルとはちょっと違う意味でのバブルチックな、株価の値上げに私は見てますね。はい、まあ、一応これでも経済勉強やってますからね、はい、ってことでね、まあ N セイズのね、新しいお話、落ちた後に買うのが吉ですかね、多分ですね、ちょっとね、いろいろな部分で、不安材料があるんですね。ワクチン以外のところでも、結構米国の大統領が変わったのもあって、中東情勢が非常に危険なんですよ。うん、で、中東情勢が少しおかしくなってくると、やはりですね、株価はですね、ボンボン落ちてってしまうんですね。中東ってね、まあ、結局、なんだかんだ言ったって、そのね、油握ってますから。万博ね。万博はあんまり関係ないような気がしますよ、正直言って。逆にそのこのコロナ そのダメージが大きすぎて万博まで持たないんじゃないかなって気がするんですよね、っていうのはもうじきすると、今こう目に見えてない部分のいわゆる困窮者の方々のこうエリアが拡大してくると思うんですよね、と思いますね、そうなるとまずいですし、オリンピックやらなきゃやらないで下がるし、まあ、やったらやったらで多分やれば上がるでしょう。ただその後が危険ですね。まあそういうふうに私は見ますけどね。はい、なので、今は、ね、手を出しませんということで、はい、違うものを手出した方がいいんじゃないかなと今思ってますね。まあまあね、まあ、投資は自己責任でということで、はいね、なりますからね。まあね、結局ね、その
アメリカが油掘っててくれた方がいいんですよ。正直言ってシェールオイル掘っててくれた方が石油の価格とかはある程度落ちてってくれるんでいいんですけど、これアメリカが油を掘らなくなるとですね、まあ、今ちょっとですね、制限変わってシェールオイル規制かかったりとか、まあ、パイプライン作るのやめたりとか、まあ、いろんなことが起きてて、またこう中東依存型に戻っていくと。でそうするとね、とは言ってもですね、まあ、中東もですね、非常にこういろいろ複雑な問題を抱えている場所なんですね、もともとね、その油とかでね。だから、まあ、特にな、民族問題であるとか、まあ、そこはまあ、そうだね、まあ、いろいろなその民族問題が大きいのかな、宗教というよりはね。そう、株でも何でも自分のお小遣いの範囲内で約束だよ。本当そうですよ。本当そう。借金してやっちゃダメですからね。絶対。投資はね、借金してやるもんじゃないです。はっきり言って。まあ、いい話を聞かないんですね。正直言って。小さくても本当に、自分のお金でやる範囲ならいいと思いますけど、本当にいいことはないですからね。はい、ということで、まあね、まあ、株を見ればそのね、先々の景気が見えるっていうふうに、まあ、実はこれ経済の世界ではごくごく普通の当たり前のことなんですけれども、まあ、ただ今は違う気がします。今の株価の動きは違う気がします。はい、ね、ということですね。ラ、電話、マンション経営のご案内です。な、そういう。リアルにダイレクトならぶっ込んでくるな。まあ、お断りしてます。そういうのはね。はい、全然身の丈に合ってないんで。はい、というとこですね。ということでですね、まあ、今日のお題の NSAIDS のね、妊婦への投与の件なんですけど、これ、20週から30週の件ね、これ、皆さん押さえておいてくださいね。はい、ちょっと今までとね、まあ、比較して具体的になったよというところね、はい、この辺押さえておいていただければ、リンク、貼ってありますんでね、ぜひ、見ていただければ。と思います。はい、ということで念のためもう一回貼っときましょうか。リンクね。はい、ちょっとお待ちくださいよ。はい。念のためにもう一回リンクを貼ろうというね。はい。はい。これか。PMDA これだよね。はい。はいはい、これですね。はい。バナナの、株買いませんかって来ないですけどね。はい、株はさすがに買いませんかとは来ないですけど、はい、これですね。よいしょ。はい、ということで、はい、これがね、今画面に出ているものの、原文になりますんで、そちらの方をね、ご参照いただければと思います。まあ要するに今まで何がどうして影響するかっていうのがあまりちょっと分かってなかったところあるんですよ。だからそのまあこう理由がね、はっきりと明記されてるってところですね。知らない人からお世話になりますから始まる電話はマンションの可能性。なんでお前電話つながってんだおい、なんで取り継がれてんだおいみたいな忙しいんだよみたいな時ありますよね。はい、待ち針は借りてはいけません。そうですね。はい、ね、基本ですね、電話を取り継がない理由というのはですね、まあいろいろあるんですよ、そういう裏がね。特にね、たまにね、不動産屋とかね、あれだからね、ものすごいこう、なんていうのかな、なりすましてこう電話つながせるからね、
だからまずね、その患者さんの家族とかだったら、診察券の番号とかで照合してつなぐことになってるんだけどね。なかなかね。はい、クラウディさんこんばんは。俺の風邪が大丈夫。悪質な取り次ぎされて買う人はまずいないですよ。そうね、はい、まあね、そんなことも考えずにとりあえずね。おう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 、なんだこれは、なんか出てきましたよ。はい、ちょっとびっくりしましたけど、はい、住宅販売に、建築基準について質問攻めをして追い返した。ああ、なるほどね。確かにそういうのもありかな。やっぱ建築基準はね、結構私もね、多分セールスマンよりは詳しいと思う。全然無知なんですけど、胎児の腎機能低下って分かるもんなんですね。分かります。ぶっちゃけ言うと、赤ちゃんの羊水っていうのは、赤ちゃんのおしっこなわけですよ。だからおしっこが例えば減ってしまったりとか、それからね、ここにも書かれてますけども、例えばその腎機能の障害でね、尿の量が減ってしまうっていうのは、明らかに腎機能が低下しているって分かるわけですよ。そうすると羊水が一緒に減ってってしまう。だからこの場合は腎機能が低下しているっていうふうにね、判断ができるんですね。でこれずっと読んでいただくと分かるんですけど、やはりね、何種類かね、何回かね、こうきちんとですね、実際に検証して寝るというデータがこの後にだとついてますんでね。はい、そうね、営業はね、カス打てば必ず数パーセントヒットするので、断られる前提で話をするのです。交際申し込みと一緒。でも俺あれだよ、交際申し込みは10戦全敗、10敗だったよ。大体ダメだな。そうそうそう、都市工学をかじった人間に、ノルマで立ち向かって、技術部門に電話するだなんてアホですな。それは確かにね。それはあれですよね、いい加減にしろって感じですよね、技術者にね。技術者の人すごいもんな、やっぱりな。やっぱりね、すごいと思いますよ。本当に。家を作る人たちって本当すごいと思うな。営業マンが一番あれだよね。なんていうの？小ずるいなって思うときあるよね。知識あるんだったらいいんだけどね。設計とかのね。みずほ銀行またやらかしたってね。はい。たった10銭か。100銭したら1ぐらい勝つよ。そうか。なんかすごくなんか慰められてる感じがするな。みずほの株ね。悪いもんじゃないと思いますけど、ただみずほそこじゃなくてですね、今韓国からだいぶ資本引き上げるのに引き上げきれないんじゃないかなっていうので、ちょっとやばいと思うんですが、はい、逆張りで買うか。でもみずほ銀行はないね。そう、アテネパンマさんこんばんは。はい、ね、ということで、今日はですね、N セイズのですね、使用上の注意がちょろっと変わりました、というお話をちょっとさせていただきました。はい、ね、みずほのシステムって、独自の言語みたいな感じなんですかね。いや、あれね、違うの。もともと、あれ、富士銀行と第一勧業銀行っていう銀行がこうくっついてみずほってなったんですけど、あれ、それぞれのシステムがね、全く別のだったんですよ。どっちかをどっちかに統一させちゃえばよかったんです。どっちかを要するに落としちゃえばよかったんです。あれ、かなり、私もちょっと詳しくはないんですけれども、なんていうのかな、いろいろ問題ありらしいですよ、あれ。今は、最新に、式年、制御したんだけど、ハードをケチってトラブル発生。そういうことなんだね。最新にしたんだ。なるほどね。そうそう、有名な話ですよね。そうそうそう。
そう、どこも譲らなかった。そうなんですよそうなんですよ、うん、だからね、あんなことになっちゃった、みずほって、うん、今はだから、そんな、ね、今書いていただきましたけど、その最新式のものにね、したんだけど、やっぱりね、結局今度はケチってるんですよね、確かね、あのいろいろお金かかりすぎちゃってね。まあでもみずほは本当困ったもんだよね。わあすごいな、業務改善命令出たレベルで4000億ね、打ち込んでシステムを一から作り直したっていうね、どうも、どうも おバカちゃんですよね。まあだってそんなにもともと、まあね、あのなんていうのかな、そんなに難しいっていうかね、あれ確かそんなに種類ないんですよね、銀行のこうあのシステムって種類あるわけじゃないんですよね。私の、まあ、友人もその辺やってたんで、まあ、伺ったことあるんですけど、だからどっちかに合わせればよかったんだけど、どっちも譲れなかったからなっちゃったっていうのに、まあ、聞いてますけどね、うん、あれはひどいよ正直言って、お粗末様だよっていうね、まあ、聞いてますけど、はい、そうなんですよね。そうだ、その友人に来てもらわないとですね、ニコ生がですね、どうもうまく使えないという状況がね、起きてましてね。あ、タクナカブログさんですね。はい。って感じですかね。はい。まあ、今日のね、ちょっと冒頭の話に戻っちゃいますけど、よくね、ワクチンでね、因果関係ってね、よく言われることがありますけれども、これですね、ちょっとお待ちを、はい、よくその因果関係って言われる中で、これからいろんな話が飛び込んでくると思うんですけども、その中でですね、まあ、あまりちょっとお飲みにしてほしくないなってものがありまして、こうね、完全にね、まあ、因果関係とかね、こう直接の原因であって言えないようなものでもね、因果関係に結びつけてくるのがマスコミさんお得意ですから、うんね、はい、そうそうそう、うん、エリザベス女王とかもね、女王陛下もね、ワクチン打ってます、はい、うん、そう、石井看板なるほど、はい、ってことなんです。だから、いろいろね、こう因果関係が確認されていないのにね、いろんなこと言い出す人いますね。因果関係は不明だっていうね、まさにこの構図です、ラーメン屋さんの構図。これ本当すごく、ちょっと共有していただいてありがたいんですけど、うん、本当にね、ラーメン食べた後に車にぶつかって、またもチャーシューラーメンを食べた方が全治3ヶ月の重傷ってね、なるわけですよ、うん、こういうのでね、惑わされないでくださいね、はい、あ、日以降ね、うん、あれはダメだよあれはダメあれはアウト、うん、ね、はい、もうダメなもんはダメね、うん、問題ないものは問題ないってとこです、はい、だから本当ね、こう、まあなんていうのかな、まあいろんな切り取り上手ですから、メディアって、うん、部分だけを取ってね、でこう報道の仕方上手ですから、その辺をね、こう騙されないようにしてください。自分でね、こう全部取り入ってください。あれ、これ本当かなっていうふうにね、こうちょっと確認しに行っていただけると、本質が見えてくるんじゃないかなと思います。情報とかね、それからその自分の知識っていうのは、これね、相手から降ってくるものだけ受けてると、正直言ってろくなものは取れませんね。うん、自分からきちんとね、情報とか知識というのは取りに行かないと質の良いものは取れません、ね、情報とか知識っていうのはですね、ある程度のね、ところまで来るとですね、新しいものを取るのにはね、お金がかかります、ね、だからね、それをね、こう、うん、本当大切なところ抜いちゃいますねって、本当そうです、はい、うん、そう、あ、TG はね、あ、再度業務改善命令出されればいいのにって、まあ確かにね、通信業界はちょっといろいろね、まあ正直言って中間搾取がひどいんでね、まああれは、
まあ、ちょっとどこかね、菅さんあたりにね、こう、まあ、有識者がチクったらいいんですけど、意外とそういうね、有識者がね、その中間搾取業者の存在をね、意外と知らなかったりするんですね。あ、平野先生、こんばんは。はい、お疲れ様です。あ、なんか、フォントがかっちょいいです。はい。はい、ということでですね、はい。うん、55分18秒ですかね。はい。うん、抜いちゃダメ、そうですね。うん、そう、結構ね、メディアはね、もう、例えば、そのね、森前会長、オリンピックのね、の辞任に関してもそうだし、ね、それから、まあ、例えばこのワクチンのことに関しても、今後何出すか分かんないし、そうだよね、正直そうですよね、テレビしかない状態だったら、ツイッターがなかったら鵜呑みにしている可能性大ってことですよね。テレビって本当怖いんだなってつくづく思いましたよ。まあ私は小さい頃から思ってましたけどね。すごく思ってることがありましてね。まあ我が国のね、まあ臓器移植をね、まあ30年遅らせたのは絶対私はマスメディアだと思ってますんで、本当に彼らの情報工作で、もうそのだから、臓器移植が30年遅れたことで、メディアが何人人を殺したのかなって私はね、おっかねって正直言って思ってますよね。彼らは自分たちのやったことを過去にやったことが、何人のね、同胞の命を救えずに、そして今もですね、その、まあ、基本ね、その、なんていうのかな、まあ、条約でね、決まってるんですよ。自分の国の中のね、その臓器移植はなるべく自分の国の中でっていう、こうね、申し合わせがありましてね、イスタンブール宣言っていうんですけど、違う、資格なかったやつじゃなくて、まあ大体ね、臓器移植、日本最初の臓器移植やった後に、最初ものすごい持ち上げたけど、まあ、そのね、患者さん亡くなった瞬間に叩き出したでしょ。もうあれだよね。あれでみんなビビっちゃったんだよね。結局、移植をやろうと頑張ろうって考えてた当時の医者がね、みんなビビっちゃって、もうあの後から全然進まなかった。そうそう、北海道ね。全然進まなかった。だから、まあ、心臓移植もそうだし、腎もそうだし、ね、もうそういうものが全然進まなくなっちゃった。で、もうおかしな方向に行っちゃったしね、世論もね。だからもうそういうのがあるし、であることないことをね、まあいろいろ書き立てたりとか、まあいろんなのがあったんで、まあちょっとね、我が国のね、移植はだいぶ後退したし、その移植に対するイメージも悪くなっちゃったしね。で、そんなこと言いながらね、ちょっとずるいなと思うのは、まあね、我が国のね、某ね、富裕層とか、某、ね、有名な方はですね、他の国にいてですね、非常に、ね、違法な形で、取られた臓器を移植して今でも、元気にご存命でいらっしゃるっていうのもありますからね、まあ、ちょっと私はどうかなと思いますね、今のメディアに対して。ね、それでいてこうね、フジテレビの特ダネで伊藤修也がね、中国に臓器移植を学べなんて言っててね、いい加減にしろですよね、本当に。何を考えてるんだという感じですけどね。はい、ということでね、ラシは字が直った、朝日新聞2021年、ラシ鍋、そう本当に、ね、本当にね、もう、そう、犯罪者は 100% テレビを見ていた。移植も脳深部刺激療法も交代。本当ですよね。本当なと思う。さて寝るかということで、そう、そんなこと言ってたんですよ。はい。彼が出たら即チャンネル変える自信ある。まあね。
カレーさんまたお待ちしてますということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。はい、では、おやすみなさい。ありがとうございました。